はい、そして今回ハモですね、こちらの方唐揚げにしていこうと思います。ハモなんですけど、これさっき骨切りしたんですけど、天ぷらとかは多分よく聞くと思うんですけども、唐揚げっていうのは多分やったことない人がほとんどやと思うんで、ちょっとやってみようかなと。あ、もちろんこれね、今回塩コショウは振ってないんですけど、これやって、で、何だっけあれ、ポン酢で食べようかなと思ってるんで、わざと味付けはしてません。で、今回粉なんですけども、いつもは片栗だけなんですけど、片栗粉と、薄力粉ですね、小麦粉、これ、をちょっと半々ぐらいで混ぜてやっております。ね、いつもと違う感じになってるんで、どうなるんかわかんないですけど、まあ、物は試しということで、とりあえずどんどん揚げていきます。まあちょっと僕のいつもの悪い癖でどんどん突っ込んでますけど、お家ではいつも言うようにあまり無茶な入れ方はしないでください。あ、こんなもんですかね。じゃあちょっと手を洗っていきます。ハモ骨切りしてるんですけど、まあもちろんあれこのままお鍋とかにも使えるんで、まあ、見た感じはもう全然こんな感じで普通のハモなんで、あとはもうカラッとしっかり揚げていこうかなと。もちろんこれもそうなんですけど、かば焼きにしても結構おいしいんで、骨切りさえしっかりしてればおいしい魚なんで、さっき の動画の順番はどうなってるかわかんないですけど、まあ釣れたとしたら持って帰って練習するのも全然ありやと思います。まあ、こんな感じですね、上がってきたんで揚げていこうかなと思います。やっぱ鮮度良かったんで綺麗に花が咲いてる。丸いんでちょっとお箸で掴みにくいですけど、こんな感じですかね。はい、そしたら今回なんですけども、ハモの唐揚げですねの紹介となります。以上です。